山菜の女王と呼ばれるタラの芽は、天ぷらにすると大変美味しいです。そのタラの木は、プランターでも栽培することができます。栽培したタラの芽でも大変美味しくいただけます。タラの木はホームセンターで根の一部が切られた状態で売られています。私は昨年この根の一部を購入して栽培しています。さて、それでは今回の本題の根伏せ栽培の実際をお見せいたします。落葉した後、植木鉢に水をやらずに土を乾かしておきます。土が乾いているので採取する根もほぐれやすくなっています。根の直径が3から4ミリメートル以上のものを選び、切り取ります。初めての体験なので、失敗を考慮に入れて、もう一つ根を切り取って栽培してみます。総菜のパックに土を入れて根を埋め込みます。保温をして芽が出るのを促します。あの細い根から芽が出てくるだけでも信じられないですが、成長のスピードも信じられないくらい早いです。昨年ホームセンターで買ってきた状態に近づいたので、プランターに定植してみます。根の状態がどのようになっているか撮影のために土を落としながら植え替えをしてみます。一本の根から二つの芽が出ているのがわかります。このくらいの長さになると芽を出すのに余力があることがわかります。なので切り取る根の長さは
5センチメートルくらいでも大丈夫だということがわかります。もう一つの方もやっていきます。こちらは目が一つだけで目の中間点から出ています。2022年5月1日の状況です。しっかり根付いているようです。タラの木は意外と簡単に増殖させられることが分かりました。これは昨年栽培を開始した苗です。この根元からずっとここまでが1年目に成長した部分です。そこからもうすでに背丈は倍の高さに成長しました。来年はタラの芽をたくさん収穫したいです。